ご通行中の皆さん、お集まりいただいた皆さん、おはようございます。おはようございます。私、今度の選挙比例代表候補として立候補いたしました渡辺清子です。よろしくお願いいたします。今度の選挙、命のかかった重要な選挙です。戦争は嫌、核兵器はダメ、社会保障の充実をの願いをどうか比例は日本共産党へ、そして千葉選挙区には斉藤和子へと皆さんのご支持をお寄せいただきますようまずお願い申し上げます。私、群馬県草津町の隣にあります小さな村で生まれました。生後間もなく事故に遭い、左手を手首から切断いたしました。命の保証はしないよと言われるほどの大怪我でしたけれども、そんな経験から大学では社会保障を学びました。そして今司会者からあったように、病院、診療所、介護施設で41年間働いてまいりました。そこでは命に差別があってはならない、救った命を戦争や核兵器で奪われることがあってはならないと、充実した医療や介護を運動するだけではなく、あらゆる戦争政策、核兵器廃絶に向け全国の仲間と一緒に運動してきました。皆さん、いつ誰が病気になるか事故に遭うか分かりません。そんな時、お金の心配なくより良い医療介護を受けられるようにしたい、私の決意はそこにあります。経済的な理由で病人になっても患者になれない人が実際にいるんです。皆さん、私たちは1973年みんなの力を合わせて70歳からの後期高齢者の医療費を無料にしました。ところが無駄に病院に行く高齢者が多く、働き盛りの人が治療を受けようと思うと待ち時間ばっかり長くなる、高齢者と現役世代に分断の攻撃を仕掛けて有料になりました。10年後のことでした。最初は400円でした。このくらいなら払えるかなって思ったかもしれませんけれども、政府与党、この10月には75歳からの後期高齢者医療制度2割にする、今の2倍です。もう切り詰めるところがないとおっしゃる方たくさんいらっしゃいます。いくつもの病院を掛け持ちで受診せざるを得ない、そういった方たちを追い詰める政策です。これを何としても皆さんと力を合わせて中止させたい。ぜひ皆さんお力をお貸しください。新型コロナウイルス感染拡大でベッド不足が生じ、在宅療養を余儀なくされ、急変で命を落とされた方まで出ているのに、岸田政権、全国で20万床ものベッドを削減すると言っています。私たち、消費税を上げるたびに社会保障の充実のために使うと言われてきました。皆さん、消費税率が上がるたびに負担は増える、年金は下がる、そして命の砦であるベッド削減までしようとしている、こんなことを許しといていいんでしょうか。皆さん、今度の選挙、社会保障にきちんとお金が使える、命生活最優先に税金の使い方を変える絶好のチャンスです。どうか皆さん、その思いを比例は日本共産党へ、そして千葉選挙区は斉藤和子へと皆さんのご支持の輪を広げに広げていただきますよう心よりお願い申し上げまして、私、渡辺清子からの訴えとさせていただきます。